の歌どうもそうじゃないそうですということで、昨日ね僕のインスタのストーリーの方では言ったんですけどもね、ぜひね僕のインスタフォローしてない人でフォローお願いしますとね、いきなりインスタの宣伝やめてください。昨日ねインスタのストーリーでは言ったんですけど、熱が出ましたね、熱が出ちゃってね昨日ね、結構熱出てね、ギリ8度いかないぐらい、7度8ぐらいのね、まあ、1回しか測ってないんですけどもね、ね7度8度のね熱が出まして、ちょっと昨日ね動画出せなかったんですけど、ね、もう今はね完全にね見ての通り、ね、元気になりましたよとね、爆速回復しましたよと、ね、爆速回復しまして、まあ、元気になりましたよということでね、何の報告やねんっていう。今回はですね、なんと真夏の中国ツアー2024の次のねチケット選考がもう早くもね、お知らせが来ましたよということで、まあ、まだね公式サイトの方のニュースお知らせでは来てないんですけども、昨日のね乃木中の最後に、ね、バシンと来まして、こちらですね、乃木坂46真夏の全国ツアー2024プレイガイド選考スタートと、大阪公演、愛知公演、東京公演、すべてですね、すべてまた次の選考が同時にね行われるっていうことだと思うんですけども、プレイガイド選考の応募受付期間なんですけども、6月21日金曜の昼12時から6月23日日曜の23時59分までということで、まあ大体2日半ぐらいですかね、結構短めのねこのチケット選考になってますよと、期間にねなってますよっていう感じで、まあまだねこの動画多分出てる段階では来てないっていう感じなので、今週の金曜からですね、今週の金曜からプレイガイド選考をスタートして、2日半ね短い応募期間があってっていう感じになっております。いやめちゃくちゃ早くない、次のチケット選考がねの情報出るのめちゃめちゃ早いやんっていう感じなんですけども、でしかもねこの6月21日金曜日って、あの二次選考のザ・真夏の草2024の二次選考の当落日じゃないですか、ね、夕方以降当落出ると思うんです。もうその二次選考の当落出る前から応募スタートしちゃいますよみたいな、次の選考の応募スタートしますよっていうね感じで、めちゃめちゃ早いなっていう。このプレイガイド選考はね、この前の山下美月卒業コンサートの方でもねこのプレイガイド選考ありまして、まあ楽天チケット選考っていう感じだったのかな、美月卒業の時は楽天チケット選考を受付スタートっていう感じであって、でまあその応募期間とかもね全く同じような感じで、こう2日半っていうめちゃめちゃ短い期間で、ありましたよっていうのが、あの楽天チケット選考、水着卒コンの時の楽天チケット選考っていう感じで、で、水着卒コンの時のこの楽天チケット選考では、注釈付き指定席と見切れ席の販売もこの、あの楽天チケット選考で、販売開始っていう風になってたので、もしかするとこの真夏の草2024のプレイガイド選考でも指定席の他に注釈付き指定席、見切れ席の販売ももしかしたらねあるかもしんないですね。まあこれとかはあの公式サイトのニュースがね多分当日6月21日とかに出ると思うので、まあ、それで、皆さん確認してもらってっていう感じですけれども、もしかしたら注釈付き指定席と見切れ席も販売あるかもよっていう感じで、第1希望から第3希望までまたこう選ぶみたいな感じになるかもよっていう。そもねこのプレイガイド選考って何なのかっていう、まあ、楽天チケット選考になるのかな、公式サイトのニュースが出るときはちょっと分かんないですけども、プレイガイド選考何なのかっていうと、楽天会員だったら誰でも応募できるよっていうチケット選考になってます。まあ、だからこれまでの、ね、そのモバイル会員とか、ね、乃木動画に入ってないと応募できないとか、そういうのではなくて、楽天会員であれば、楽天会員への登録がしてあれば、申し込みできる、応募できるチケット選考っていうのが、このプレイガイド選考、楽天チケット選考っていう風に、なってまして、だから本当にこう、これまでよりも、本当誰でもね、応募できますよっていう感じなんですけども、このプレイガイド選考って、じゃあ一般販売なのっていう感じなんですけど、まあそうではないんですよね。多分その一般は一般で、またこの後別にあの水木卒業の時も一般この後にあったと思うんで、一般でもないっていう、まあ、三次選考っていう扱いでいいんですかね。その一次選考があって、でまあ二次選考があって、でその次の選考なんで、まあ三次選考みたいな扱いになるのかなと思いますね。まあただ三次選考とは言っても、そのモバイル会員じゃないと応募できないとか、ね、乃木動画会員じゃないと応募できないとかっていうのはなくて、楽天会員だったら誰でも応募できるっていう、だからなんかその一般と三次選考の間みたいな、ね、ちょっと分かんないけど、そう三次選考でもないのかはちょっと分かんないけど、まあでも扱い的にはその次ってことなんで、まあ、三次選考の扱いでいいのかなって個人的には思ってるんですけど、まあ、ただ楽天会員だったら誰でも応募できますよっていう。で、まあ、一般でもないっていうのはこの後ね、また別に一般、販売っていうのが、まあ、今回ねこのマラソンの草2024は
は抽選になるのか先着順になるのか分かんないですけども、一般っていうのもまた別に、あるよっていう、一般の抽選とほぼ同じようなあのチケット選考ではあるんですけどね形式的にはというかさ、楽天会なら誰でも応募できてみたいな、そういう感じだからではあるんですけど、まあ一般でもないっていう、一般はまたこの後最後にパンっていうのと思うので、今一般でもないっていう感じではあると思うので、まあ扱い的には三次選考みたいな感じだけど、そのモバイル三次とかではなくて、誰でも応募できる、楽天会員であれば誰でも応募できるっていうのがこの楽天チケット選考はプレイガイド選考っていうね感じになってるんじゃないかなと思うので、まあそこら辺ちょっと難しいんですけどね、どういう扱いなのっていうね、感じちょっと難しいんですけど、まあ別にそんなんね関係なくというか、まあ、次のチケット選考ですよっていうね、二次選考の、次のチケット選考ですよっていう、で一般もこの後ありますよっていうのだけね、理解していただければというか分かってれば大丈夫なのかなというふうに思います。さっきも言ったようにね、今回のこのマラソンの草2024プレイガイド選考が6月21日12時から6月23日の23時59分までということで、まあ、おそらく当日かな、6月21日応募開始日の6月21日に公式サイトでね詳しい詳細ニュースお知らせ出ると思うので、それですね確認してもらって、でまた二次選考の当落ね、皆さんね、当落でこう自分の、ね、当落状況によってまた次のねこのプレイガイド選考応募するかっていうのは決めると思うので、まずは当落出てからね6月21日当落が出て、ここプレイガイド選考ね応募するかっていうのはね決めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。もうどんどんねこのチケット選考もさ、一次選考が始まって、で一次選考から二次選考のちょっと間空いたじゃないですか、一次選考当落かって、で一周空いて二次選考が来て、で二次選考のもう当落が出る前にもう来ちゃうよみたいな、次のねチケット選考来ちゃうみたいな、もうどんどんねチケット選考も来てっていう感じで、まあどうですかね、僕二次選考までは全部一遍かなと思ってたけど、このプレイガイド選考も大阪愛知東京一遍に多分応募っていう感じだと思うので、一般から別々になるのかな、全国ツアーってねその7月が大阪で8月ねこう愛知っていう感じで結構空くじゃないですか、ツアーなんでね空くので、その一般はちょっとこう別々になるのかなと思ってはいるんですけども、早くもね、マラソンの草2024次のチケット選考プレイガイド選考のね、情報というかが発表をされましたので、今回の動画でやっていきました。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。